関心があって人と接触するということに一番重きを置くというか、人相手ということを基本にするような職業ということを考えていくと、やっぱり臨床医っていうのは一番面白いんではないかなというのが、高校出た時に医学部を目指した一番の思いでしたね。それは50年経っても、まあ、間違いではなかったかなと思っています。まあ、当院は10年前に、今の本館を新築いたしまして、それを機会にがんの診断機器である PET CT を導入いたしました。でこれ薬剤製造も込みで設置している病院は神奈川県北では当院でして、まあ、特にがんに関してですけれども、がんを早く見つけようということで、それこそ極端な場合、まあ、当院にあります PET CT などにありますと、もう半年に一度ぐらい受けようというような方もおられます。これはもうちょっとその体にがんができているかどうかということの脅迫観念に取りつかれたようなところがありまして、よくお話しするのは、非常に大雑把に言ってがんというものは、これは臓器にもよりますし、それぞれのいろんなタイプのがんがありますから一概には言えませんけれども、1センチの大きさ、つまり画像その他で見つかるような大きさになったがんは、細胞レベルでは10年ぐらい前から、始まってると言われてるんです。ところが1センチが2センチになる進行がんと呼ばれる範疇のところに行くまでは、1センチになってから1年から2年ぐらいと言われてるわけです。したがってそのがん検診をどのぐらいの頻度で受けたらいいかというお尋ねをよく受けるんですけれども、1センチが2センチになるまでだいたい1年から2年に一度チェックされてれば、その間が、まあ、早期発見のチャンスということでありますので、まあ、1年以上タイトにする必要はないかなと思っております。ただ受けられるんであれば、その3年4年に一度ということではなくて、まあ、毎年チェックされるというのが望ましいかなと思っております。